こんにちは、グニスケさんです。今回もマインクラフトやっていきましょう。今回はなんとですね、チャンネル登録者数が3万人を突破しました。イエーイ。3ヶ月以上前にな。というわけで改めまして、今回はグニスケさんと100均のチャンネル登録者数が3万人を突破したということで、みんなで鬼ごっこをしようということになり、なんと今回豪華メンバーを呼んできました。今回参加してくださった方は、ハピさん、ヒリさん、スギヒロさん、タカユウさん、コキネコさん、トウジンさん、ネギさん、カムイさん、そして毎度このヘリウムガスを吸ってきた百均さんです。いやー私って天才だなー。あとはそこら辺のゴミです。誰がそこら辺のゴミじゃ。いや、もう見た目の1から10までゴミにしか見えないんだけど、むしろゴミじゃねー。だからゴミじゃねーって言ってんだろ殺すぞ。まあゴミの言うことは置いておいてさっさと始めましょうか。百均くーん、そんなに急ぐ必要もないと思うんだー。まずは私の話を聞いてもらいたいんだけどなー。さっさと始めやがれ。というわけで参加者の皆さん、投稿が遅れてしまい申し訳なかったです。それでは本編、スタートだ。鬼ごっこってなんだろう。というわけで今回ある鬼ごっこのルールを簡単に説明したいと思います。鬼ごっこって普通の鬼ごっこじゃねえのか？普通の鬼ごっこのルールはとても複雑なので改めて説明しないとみんながわからないと思いまして。鬼ごっこのルールくらいみんな知ってるわ。まあ今回ある鬼ごっこのルールは少し普通のそれとは違いまして、鬼が2人、残りの8人は鬼から逃げてもらいます。帰ります。なあに鬼ごっこ放棄してんじゃボケ。というのは8割くらい冗談で。それほぼ冗談じゃねえか。もし仮に鬼に捕まった場合は、牢獄に時間禁止や一時的に待機をお願いしています。以上楽しい鬼ごっこの解説でした。おいお前さっき監禁って言いかけたよ。というわけで最初の鬼はグニスケさんと100均ですね。は、なんでこいつと一緒なんだよ。やだ。そもそも主催してるのが2人なんだから我慢してください。それもそうだな。一緒に頑張ろうぜ。始まった瞬間お前から殺してやる。お前らの関係性が読めないんだけど。グニスケと100均は仲がいいってそれ一番言われてるから。んなわけねえだろ。潰して変な汁出すぞ。は、ふざけんな。誰がお前なんかと仲がいいもんか。グニスケと100均の関係は上辺だけって、それ一番言われてるから。上辺だけなのにこんなに何回もコラボするわけねえだろ。へっ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 。イチャイチャしてんじゃねえよ。というわけで早速鬼ごっこやっていきましょう。ちなみに私たち鬼はダイヤの装備を、逃げる人たちはチェーン装備をつけてもらっています。じゃあ、行くぞー。行きがってる割にお前足遅いな。お先に行っちまうぜ。マジだけんなよ。私は手加減してやってんだよバカ。うるせえバカは黙ってろ。バカ行って誰だ。そんなふざけたことをするのは。なんだお前は。私はゆっくりしてんのうの一人、仏のカムイだ。え、その仏のカムイさんが何の用なんですかね。僕のこと知らないの？マジで？僕有名実況者だよ。 PVP めちゃくちゃうまいんだよ。殺しちゃうよ。このわけのわからない動画の展開を変えたければ僕を倒すんだな。なるほど。鬼ごっこをこなしながら四天王と戦うということですか。これは編集がめんどくち。よしまずは参謀、お前が行け。誰が参謀じゃ。ふざけんな。まあまあ、後で生爪剥がしてあげるから。マジでやたー。お前らの関係性が本当にわかんねえんだけど。僕もう帰っていいですか。なんか四天王がもうすでに帰ろうとしてんだけど。ここできましたね。何が来たんだよ。なんだよバトルタイムって何なんだよ。バトルタイムは私が他のプレイヤーと戦う時に発動するとてもありがたいタイムなのです。いや今なんか四天王がどうとか言ってたじゃねえか。バトルタイムはいつ何が起きても何よりも優先して行われます。何それクッソ迷惑なんだけど。そして今高優さんが死んでしまいました。誰が一体こんなこと。お前だよバカ。お前の意味わからねえタイムのせいで高優さんめっちゃ空気だったじゃねえか。というわけでお詫びに高優さんにチャンネルの紹介をしていただきましょう。それではどうぞ。どうも皆さん高優です。私は主にマイクラとマリオメーカーのゆっくり実況を投稿してます。 MMD の使い手です。私は神です。あと皆さんチャンネルと。はい私が牢屋から出たのでここでおしまいです。お詫びになってねえんだよ。ぶち殺すぞてめえ。あの僕もう帰っていいですか。帰りたいんですか。いやもうやることないし。あの私まだ帰りたいんですよ。始まってまいりました。前方に見えるのはナギ選手。ナギ選手だー。またやってるのかよ。ナギ選手いい調子で逃げているがもうすぐ行き止まりだぞ。おーっとナギ選手ここでターン V 発動。これには審査員も満場一致だー。しかし私も負けるわけにはいかないんごりあい。さっさとゴミはゴミらしく負けろよ。みんなの温かい声援が聞こえ、物理的に燃えてるんですけどー。さあ敵は3人。最強のゆっくりかっこ自称かっことじぐみすけさんは一体どうやってここから巻き返してくれるのか。くそー。せめてミスターメイドハピだけでも。やったぜ絶好のチャーシュー。ウェイトプリーズ。おい何やられてんだよクソザコナメクジ。何言ってんださっさと助けに来いよな。この 0.02 ミリ金ね。驚きの薄さ。鬼ごっこの制限時間中は鬼は一定時間経過すると復活することができます。ほらさっさと来ないと私一人で全部片付けんぞ。そんなことできるわけないから。おー何さんねー。鼻クソ1万ブー。
鼻くそ1万分。なんだその便器の裏みたいな掛け声は。やばいやばいやばい、この人一人だけ体力が膨大クラフトしてる。やばいやばい。これは、もうダメだ。相手が悪すぎる。一人じゃ、絶対に勝てない。こんな時に、お前の後ろ、ガラ空きだぜ。え？どんな時でも、お互いに支え合う。それが仲間ってもんだろ。ありがとう百均。後ろは任せされ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 。おっぱいプルンプルン。いやー百均はやっぱり頼りになるなー。なんだかんだ言ってもやっぱりいざという時に助けてくれるイケメン。イケメンで何の音何の音。てか百均やられてんじゃねえ。いやー惜しかった惜しかった、昨日の阪神くらい惜しかったなー。嘘つけ、絶対ボロ負けだったぞ。ルミスケ、それより罪人どもが脱獄してるぞ。特に忘れてましたが、牢屋の前のスイッチを押すことにより牢獄の扉を開くことができます。そういうことは最初に言ってくれよなー。花江大好き人間め、お前が脱獄の主犯だな。許すまじ許すまじ。ゲストの扱いさっきから雑すぎるでしょ。さあ高優さんが自己紹介の続きをしてくれますよ。どうも高優です。チャンネルと死んだなら仕方ない。ルミスケ、こっちに天座がいるぞ。うわっ、ここからでも威嚇さい。大王以下に俺はなるー。死んだなら仕方ない。ちょ、ここだけすごいうるさいんだけど。ここは DJ っきりの部屋だからね。ちなみに部屋から一歩でも出たら音楽は止まります。迷惑な部屋だな。どうやらまた脱獄を図ろうとしているみたいですね。お前が近いんだからお前が阻止しろよな。私はその間コンビニでファミチキでも買ってくるから。あ、私レッドでお願いします。やめよバカ。くそー、何度も脱獄しようとしやがってこの野郎。ちょ待って待って待って、どうしたんですか。なんかバグって殴れないんだけど、これ助けて。なるほどなるほど、そういうことなら私が助けてあげましょう。さあこの私の食べかけの豚肉を食べなさい。ありがとうございます。そうしたら死んだら治るかもしれねえ。死んだなら仕方ない。おお待て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 、メイドハピー。させるかさせるか、脱獄なんてさせないぞ。ノックバックやばすぎでしょ。だがしかし負けるわけにはいかない。ピッピキピー。ちょちょちょ、物巣が絡まって、やばいやばい、助けて助けて、ヘルプミー。お前は何一人ではしゃいでるんだよ。くそー、結局逃げられてしまった。百均早く来て助けてください。ちょっと今ローソンのレジ込んでるんだよ。もう少し待ってて、やっぱり聞き売り切れた。味方を殺すとはなかなか。仲間二人を犠牲にする戦法とはなかなかありますね。くそー、また脱獄しやがって。このままじゃ制限時間が来て終わってしまう。何か方法。いたー、うわ、なんだこれなんだこれ。くそ、それはそこら辺に落ちていたイカスミですよ。うわ、何に。あ、戻ったわ。どこだどこだどこどこど、あんつーにいたわ。今回だけは見逃して、チリリリン。そういうわけにもいかない、チリリリン。それなら諦めるわ。あっちーチリリリ、陰罰だけなら誤射かもしれない。大王以下に俺はなー。うるさーい、ほんとにぎやかだな。うるさい、こっちは3人も相手にしてるんだよ。さっさと戻ってこい。レジがめっちゃ混んでるんだよ。もうファミチキはいいから、さっさと帰ってきやがれ。仕方ねえなー。じゃあセブンプレミアム買ってくるわ。そういう問題じゃねえよ。じゃあローソンセレクトで。そういう問題じゃねえんだよ。というわけで制限時間が来たので、ここで終了。結果は鬼が全員捕まえることができなかったので、逃げる側の勝利でーす。ファミチキ買ってきたよー。うるせえ、ファミチキなんて。撮影が終わったらありがたくいただきまーす。というわけでいかがだったでしょうか。2時間の撮影を短くまとめたので雑になったかもしれませんが、楽しんでいただけたでしょうか。ちなみに今回は私たちが鬼で参加した動画でしたが、百均のチャンネルでは私と百均が逃走チームとして遊んでいる動画がアップされるので、そちらもぜひチェックしてみてください。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。そして今回参加していただいたゲストの皆様、本当に遅れて申し訳ない。